はい、はい、そしたらまあ釣ったんで徳島がこう船釣りをするよっていう目標を掲げるようになったということなんで、それ用にあの大盤振る舞いで道具を買いました。はい、はい、何買ったんですか。まずはこれじゃスコーピオン、これスコーピオンのパックロット、パックロットじゃ、パックロットじゃ、こんなんじゃ、こっちちっちゃいね、収納できるな。なんじゃ、何ピースですか。5ピースです。これをブスブス突き刺していくと、これに、あ、何用ですか。何でも、何でも来い、何でも、これもうこれしか持っていかん、もう何でも、これ平場もで、まあ、これ平場でしようと思ったら、なんかこれをこうぶっ刺すんやけどね、こう近いと、おっぱいに、映画、おっぱいにちょっと持ちにくいと、そうここにカメラつくけんね、ほんで、もう手しか映らんということなんで、ついにもう手を出してしまったんですよ、これ。あ？あら？これのなんやかんやで、これ初めて見たんじゃん僕。ワールドシャウラー。え？ワールドシャウラーの、ワールドシャウラーのこれだけ。ちょっと長さ比較。長さ比較。何センチ違うんこれ？10センチぐらい違うんじゃんこれ。これがスコーピオンにつくと、いう話？これが。まあ、タイプ B っていうやつなんですけど、タイプ B がこれがすっぽり入ると。え、こっちはキャストするときとかに使うの？そう、まあ、おかっぱりとかは多分ほとんどこれと思いますわ。これ短いけんね、やっぱりこうコントロールというか、もうスイング幅が広くできると。ただまあこれは別にキャストもできるんでしょうけど、ちょっとこっちが長いけん、なるほど、こう脇に挟んでこう強いと、平場とかジギングとか、あとこういうファイトとかも強いと。ああ、そうだよな、長い分船用に持ってこいやな。船用に持ってこい。へえ。でもこれを買った時点でもう次はこれを買うつもりではおった。お金さえあれば。あったんじゃ。ワールドシャウラって書いてるからね、ここに。いいね。ついに僕もワールドシャウラ。シャウラーやな。シャウラーってよ。いつかはステラじゃないけどね、いつかはシャウラーよね、シャウラーになってしまったな。そうということで、これで船釣りをしていこうというスタイルになりましたんで、これは何グラムまでいけ、何グラムから何グラムな。だいたいね、こんなのね、当てにせん方がいいんですよ。まあまあ、でも適性があるんだろ。だいたいね、ベイトリルだからね、ベイトリルなんてね、ほとんどリールに依存するんよ。7から28重さ。ほな平場きつない、いけるん。これは投げる時の重さね。多分下に落とすのは 200g ぐらいまでいける。こんないけるん、知らんけど。こういう100とかは絶対楽勝。ほないけるな、絶対楽勝。ほなティップランもいけるん。ティップランは僕戦士な。でも竿先どんなんや、柔らかいんや。2番やけんちょっと硬い。あ、硬めやな。はじかんのや、平場してかけていくわ、僕はかけていく、かけていく。まあまあ、やってみな分からんな。そうそうそう、ほらダメなら、まあ円月あるし。あ、ほやな。でもダメにはしないよ僕は。まあ、これしか持ってない。でもあれやな、一応ジギングもできるやな。ジギングもできる。ただリールを変えんとね、糸の太さがジギングでは全然違うから。リールは何使うん？これに。もうあるやつ使う。あるやつを。あるやつ。もうこの色合いに合うやつ使うわ。ベイトリール。ただね、これね、問題点が一個あってね。この棒。この棒ね、こっちに入らんのよね、これ。まあ長いからな。長い。でこの棒。この棒こっちに入れようとしたらね、ぎゅうぎゅうになるんだね。2つ持っていかないかんっていうか。なるほどな。結局あのかさばる。せっかくのパックロットやのに。そうまあいいんやけどね。まあまあ、このこれ2つでも1本分みたいなもんだよな。そうよ。これでね、ちょっと
やっていくスタイルにしますから。わかりました。もうこれからはじゃあ相棒がスコーピオン。もうじゃあ次円月持ってこんの。円月持ってこんよ。あったら使ってまうで。やっぱ比較も必要なんじゃん。円月だけどあれこんなんよ。まあレベルがちゃうわな、うん、もう竿のものが違うな、うん、全然こんなんよ。こんなんやな、うん、まあまあワールドシャウラーの仲間入りでこれからシャウラーと呼んでください。こちら別のことをシャウラーかこちゃらーかシャウラーダダッシャー。